レドニツェとバルチセの文化的景観は、チェコのモラビア地方南部、レドニツェからバルチセにかけてのレドニツェ・バルチセ地区の文化的景観に対するユネスコの世界遺産としての故障である。1996年に登録。面積283.09平方キロメートル。ネオゴシック様式のレドニツェ城とバロック様式のバルチセ城を軸とする。 風景式庭園の整備は17世紀から19世紀にかけて行われた。リヒテンシュタイン家は13世紀半ばにレドニツェを14世紀末までにバルチセをその領地として城を建設していたが、同家のカール一世がバルチセ城を居城と定め、レドニツェ城は夏の離宮となった。二つの城の間には1715年より道が作られ、19世紀初めには、 ヨハン・ヨーゼフ一世がイギリス式庭園を建設した。広大な庭園内には近郊のフロホォブツ村やラムザール条約により保護されているレドニツェイ家群などが含まれる。一帯の大部分は松林が多い、一部はディエ側の川辺林となっている。園内には様々な建築様式からなる大小の建造物も点在し、 それらはしばしば狩猟小屋として用いられた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。